11月5日、大変興味深いコンサートが行われます。渋谷区文化総合センター大和田の伝承ホール、16時半開演ですが、タイトルは「ショー・コト」、そして「ベトナムの民族音楽コンサート」と題しております。まずこのベトナムの民族楽器なんですけども、5人の演奏者が来日します。まあ、ベトナムというのは中国に比較的近いので、琵琶に近い楽器やいろんな楽器が来ますけども、その中で一番特徴的なのはダンバウという楽器です。このダンバウはベトナム独特の一本の弦でできた琴なんですね。たった一本ですけども演奏は大変難しい楽器で、小さいんですけども大きな音が鳴ります。そして音域も大変広い、ユニークな楽器です。この5人の演奏家による民族音楽、これはぜひお聴きいただきたいと思います。全般はそれがありまして、その後ですね、ディラン・ラルデリさんの黄色という、これは琴の作品です。ニュージーランドの人が書いてくれました琴の作品。その他伝統の琴の作品が千鳥の曲がございます。そして、川島元春さんの小の作品があると。大変これは、まあ、アジアのオリジナリティをよく表したコンサートです。ぜひお楽しみにいらしてください。